Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, qui est la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Dans cet épisode, nous allons commencer la suite de quêtes qui se nomme Sur les traces d'Alisae, qui est la sœur d'Alfino, comme vous le savez. On va donc arriver dans une région assez désertique, mais avec pas mal de péripéties, et toujours de nouvelles informations sur l'histoire et ses enjeux. Et j'ai vraiment trouvé cette partie fort intéressante. Par contre, je voulais vous dire, si jamais vous n'aviez pas vu, qu'il m'arrive de faire pas mal de cuts. C'est juste parce que je veux vous éviter les longs trajets entre deux PNJ, parce que je trouve ça pas très intéressant à voir. Je préfère me concentrer sur l'histoire elle-même et les quêtes importantes. Toutes les petites quêtes et tous les petits combats et tout, soit je vous les montrerai plus tard, soit je les fais hors vidéo ou je les coupe quand elles font partie des vidéos que j'ai déjà faites. Parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'histoire de Shadowbringer et je pense que ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée quand est-ce que vous verrez la vidéo. Je vous souhaite aussi un bon épisode et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. アムアレーン、その乾いた土地にあった国はナバスアレンといった。昔そこを旅した時に日に焼けた老人が教えてくれたことがある。彼らの言葉でアムは偉大な、アレーンは大地なのだという。光の氾濫があり、かの国も滅びた今、人はどんな思いでその名を呼ぶのだろうか。
ゲンゲンさん、こいつが今話した水晶校の知り合いです。あー、はじめましてよ。捨てるものを拾う町、モルドスークにようこそね。モルドスークはモルドの位置って意味でな。その名の通り、今となってはアムアレーンで最大の賑やかな市場があるのさ。ここらの鉱山で取れる鉱石はもちろん、他では見かけない面白い品も出回ってる。アムアレーンに好んで来るやつはいないって言ったが、ここだけは別だな。掘り出し物を探して商人連中が集まってるよ。みんながいるもの、どこにでも売ってるね。そうでないもの、ここにしかないよ。だからこそ来るね、遠くからのお客さん、高値つけるお客さん。だからスークはいつでも上じゃねえ。この世界にあるもので。ケンゲンさん、それ毎回言ってるよな。代々の教えだったっけか。ま、その信念があったからこそ種族を問わず難民を受け入れてくれたんだろうさ。ありがたいことだ。さて、ここでは新顔が来た時にある儀式をして信頼関係を結ぶんだが。いいよ、発売してということさ。そしてこのために使ってほしいと水晶校からの封書に小遣いが入っていてな。驚くなかれ、フッブート金貨だ。ブート金貨？本当に？新顔さん、発売はぜひうちで。いや、うちがいいよ。スベスベの壺が、すごくスベスベの壺があるのね。よって見てって、買ってって。こらこら、みんな落ち着くね。こちらの人はまだしばらく荒野を旅するそうよ。かさばるもの、重たいもの、壺、よくないね。旅するには元気がいるね。発売はロンロンのうごめく食料品店で何か食べてくのおすすめよ。
待ちなさい。嘘、本物。罪食いとはいえ、これは雑魚だもの。倒せて当たり前だわ。あなたこそ、いつかは来るって思ってたけど、ずいぶん遅かったじゃない？久しぶり。元気だった？そう、帝国との戦いは膠着状態なのね。一度原初世界とつながったっていう水晶光からもひとまずの危機は去っていたと聞いたけど、時間の流れもずれてるって言うし、アルフィノとウリエンジェにはこっちに来て会えたから私の知ってることを伝えておいたわ。まだ会えていないサンクレットとヤシトラにも彼らや水晶光を経由して話が行っているはずよ。待たせているタタルたちのことを思うと、一刻も早く原初世界に帰ってあげたいけど、方法が見つからないのもあるし、何よりウリエンジェの未来史を見過ごせないわ。ウリエンジェってさ、言葉は回りくどいし、一人で納得してばっかりじゃない？でも根はどうしようもなく優しいから、みんなを本当に傷つけるような嘘はつけないと思うのよ。そんな彼が、第八霊災が起きる、英雄が死ぬだなんて、いいで。だから私は信じてる。今やるべきことは世界の統合を止めること。そのために第一世界を罪食いから救わなきゃいけないって。ねえ、あの大きな白い壁を見て。あれが光の反乱の跡よ。100年前、ここ第一世界では光の力が異様に高まっていた。それがある日限界を超えて発生した超高濃度の光の波はノルブラント以外の場所、世界の9割を飲み込んだ。普通あらゆる生物は複数の属性からなるエーテルを有しているものだわ。けれどあの波に飲まれるとそのバランスが乱れてしまう。するとある消滅するか、理性すらない異形の怪物になり果てるか。そう、罪食いっていうのはね、もともと光の反乱に飲まれた誰かさんだったんだわ。一度そうなってしまったらもう戻れはしない。罪食いはエーテルを食べるから、人は格好の餌よ。あるいは苗床ね。力の強い者は襲った相手のエーテルを乱し罪食いに変えてしまうことができるわ。つまりあいつらの目的は食うことと増えること。実にシンプルで、だからこそ交渉の余地もない。そしてここ旅立ちの宿は罪食いに襲われ、
自身もそうなりかけている人たちが捨てられてくる場所なのよ。Thank you.